どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、新パック一発目ということで DD デッキやっていきましょう。DD ってアーク5っていうアニメあるじゃないですか。あれのなんだろうな、海馬みたいな、アーク5版海馬みたいなやつがいるんですけど、そいつが使う、カード群でございまして、何ができるかっていうと、超展開です。ものすごい展開力があります。なので展開をめっちゃして、めっちゃ横に並べて戦っていくっていうデッキなんですね、基本的には。で、効果、ちょっと融合モンスターから説明して、いくんですけども、テムジンさん、結構シンプルで、こいつがいる場合に自分のフィールド上に DD が出てくると、墓地の DD を特殊召喚できるよと。こういう効果結構いっぱいあるんですよ。だから割とそのガンガンこう横に並べていくっていう OCG だとね、フィールド魔法間違えた、モンスターゾーンが5個あるんで、めっちゃ展開できたりするらしいんですけども、リンクさんってやっぱ3なのでね、ちょっと若干展開力が落ちます。で、戦闘とか効果で破壊されると契約書を回収するっていう、契約書っていうカードがこういうねカードなので、これが強いんですわ。で、カエサルラグナロクさん、怒涛開始王かっこいいですよね。DDD 怒涛開始王カエサルラグナロクっていう、なんか声に出して読みたくなるモンスターですよね。非常にかっこいい。で、このモンスターは戦闘を行う相手から攻撃されて、または自分から攻撃する場合、相手のフィールドにモンスター2体いれば、攻撃してない方を、パクってサクリファイスしますよっていう効果です。だからサクリファイスしてパクったモンスターの打点分上がるんでね、すごい打点になる可能性があると。で、ベオルフは、自分のスタンバイフェーズに大嵐、自分のスタンバイフェーズに大嵐、貫通効果と大嵐が、持ってます、効果的にはね。で、ダルクはモンスターゾーンに存在する限りダメージを与える効果、ラバゴとかああいう系の効果とかを回復する効果にするみたいな効果なんですけども、これ何が強いかっていう と、この契約書カードとかっていうのはライフコストがあるんですよ。スタンバイフェーズに1000ポイントのダメージを受けるっていう効果があるんで、契約書カードは。だからこのほっとくとマジリンクス4000しかないんで、マジで勝手に死ぬんですよ契約書のライフコストでなんかバコバコ自傷して死んでいくみたいな感じになっちゃうんで、このダルクを出しといて、ライフダメージ効果を回復する効果に変換して、回復していくっていう、そういうイメージですね。ダルクピートみたいなとこあります、リンクスはね。特にライフが4000しかないから。で、アレクサンダー、エグゼクティブアレクサンダー DDD シップルだよ、エグゼクティブアレクサンダー、これもねかっこいいんですよね。声に出して読みたくなるモンスター、レベル10シンクロ汎用です。これ結構強いんで、汎用シンクロとしてね、1枚は持っておきたいカードなんですけども、こいつはね結構脳筋で、DDD モンスターがフィールドに、相手でも自分でも合わせて3体以上いれば、攻撃力が3000アップして6000になりますっていう効果。脳筋ですね脳筋で、このカードがモンスターゾーンに存在、して自分のフィールドに DD モンスターが召喚特殊召喚されると、墓地の DD を特殊召喚するっていう、要はテムジンみたいな効果を持っていると。だこういう方が結構あるんで、これで横に並べてなんかガンガンどでかいモンスターで殴ってるみたいな感じですね。で、メインモンスター説明していくと、DD スワラルスライム、これがね3積みしないといけないから高いんだよな、新パック3積みカード。これ融合内蔵室、手札から捨てると融合できるっていう、効果。そして墓地のこのカードを除外した手札から DD を特殊召喚できるよっていう効果。これが強いんで、これ展開札なんでね、初動にもあるし、なのでこれは3枚。そして、ハウリング、これ召喚すると墓地の DD 特殊召喚できるんです。攻守をゼロにして、なんで、これで、一応効果無効にしないんで、こういうのを召喚して7だから、要はスワールスライムとペンドラゴンで融合した後にハウリング召喚して、ペンドラゴンを特殊召喚して7と3でシンクロするみたいな、でこれでこれ出すみたいなパターンが結構多かったりしますね。で、ペンドラゴンがね割と強いんですよ。
これあの特殊召喚効果はあんまり無視してあんまつかないがいいんだけど、この、カードのマナ2番の効果、一旦一度自分のメインフェーズに手札を1枚捨てると、魔法トラップを1枚選んで破壊しながら打点を500アップすると、これが結構強いんですよね。何でも手札 のカードはいいです。契約書じゃなくてもいいから、これが結構強い。そして、契約書カード、契約書カード、地獄門の契約書はね本当に強いね。これがまあ初手に握りたいカードですね。自分のメインフェーズに DD モンスター一体手札に変える、まあ、シンプルイズベスト。これがマジで毎ターン毎ターンアドバンテージを稼いでくれるんで、これが初手に握れるかどうかみたいなところあります。で、マシン王の契約書は、まあ、もちろん融合みたいな感じで使えるんだけど、墓地からも融合できるよっていう効果持ってるんで、墓地の DD とかを、まあ、素材にしたい場合に、まあ、ミラクルフュージョンとかああいう感じね、あんな感じで使えるよっていう、そういう感じで、ね、バルキリーの契約書がね、まあ、一応、相手ターンに相手のカードに触れられるカード、手札から DD か契約書を捨てるとフィールドのカードを1枚破壊できるよっていう効果、そして、悪魔族モンスターの打点を1000アップするっていう効果、これダメージステルも使います。なんでね、このカードでなんとなく相手のカードをこう牽制していくっていうか、そういう動きができれば一番理想かなっていう。で、理想手札が要はその契約書、バルキの契約書、そしてまあモンスタースライムを含むモンスターが2体くらいっていう感じなんで、まあ、バランスがなんか相性がいいかなと思って生放送ではずっとこれ使ってました。強い、要は強い魔法トラップを引けれるので、このバランスにすると、まあ、コズミックサイクロンとかね、ないとやっぱブラマンシとかに勝てねえんだよな、多いから。とか、あとまあ、狡猾とかね、この辺のカードとか、あとまあ、一族の結集で一応その、融合素材にしたハリウオとかも蘇生できるんで、こういうまあ、シナジーがあるかなと思って入れてます。はい。そんなところですかね、ちょっと説明が長くなりましたけど、若干ね、回し方、ちょっと拙い部分があると思うので、生放送中の対戦なん でそれにちょっとご容赦いただきながら見ていただければなと思います。それでは早速デュエルスタンバイ。これはハンドが強いぜ。地獄門の契約書を発送。地獄門の契約書の効果によってディディスワールスライムを手札に加えるぜ。そしてディディスワールスライムの効果を発送。ディディスワールスライムと DDD ハリウオペンドラゴンを墓地に送り、 DDD 神託王ダルクを特殊召喚。カードを1枚セットパンしろ。さあ次の、お、マシン、お、やべえ、ミラーだ、来た、ミラーだ、ミラーだぜ、来たぜ、これ、DDD ミラーだ。全然キャラクター意味わかんないけど、バフォメットとペンドラゴン、オッケー、テムジン、はい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 、オッケーです。これはなんかめっちゃこのカードが効きそう。それは、着地、着地オッケー、着地硬化じゃない無慈悲なことしてるけどいい。テムジンとペンドラゴンでバチコーンじゃないめちゃめちゃ無慈悲なことしたけど大丈夫。結構単位制限あるから今は使えない。旋回復した、めっちゃ無慈悲なことしたけど契約書効果ね、契約書効果で DD ナイトハウリングをサーチして無慈悲なめちゃめちゃ無慈悲じゃない今の無慈悲すぎんだろ。でこうして、ではい、でここ蘇生、はい、 DDD ハリーオペンドラゴン、ペンドラゴンの効果発動。地獄門の契約書を墓地に送って貴様の魔法トラップカードを破壊させてもらおう。そして DDD シップ大王アレッキ、なんだっけ、エグゼクティブアレクサンダーを特殊召喚
つ強い。そしてマシン用の契約書を発動。マシン用の契約書の効果によってこれはベオルフだな。いけ墓地の DDD ハリー王ペンドラゴンと墓地の DDD ナイトハウリングをゲームが始まし、 DDD 黒竜王ベオルフを特殊召喚バトルだ、行くぞ遊戯。これが DD デッキミラーだな。うらこれ何が強いってさ、これ結局さ、これ狡猾が強いだけでは。さあ高校を取ったぜ。高校はぶん回しの可能性があるぜ。強いぜ、めちゃめちゃ強いぜ。この反動、この反動めっちゃ強いぜ。これめっちゃ強いぜ。援軍いいぜ、援軍ぐらいいいだろう。ゲームの勝者来た、ライトドロサムナルミナス、オーケー。はいはいはい、ルミナスを特殊召喚していくよ。ルミナス効果、てかだからカイトロイドを墓地に置く。カイトロイドはめんどくさいな。カイトロイドはカイトロイドはめんどくさいな。カイトロイドは少しめんどくさいが悪くないだろう。エヴァリーは悪くないだろう、悪くないだろう。突破はできるだろう、多分いいだろう。ドロッ、あーなるほど、カイトロイド、カイトロイドか、カイトロイド1枚 OK。 なんかすごい分回りそう。これは、地獄門の契約書の効果を発動。デッキより DD モンスター1体を手札に加えるぜ。そして DD スワルスライムの効果を発動。これは手札に存在するハリー王ペンドラゴンと DD スワルスライムを墓地の振り、DDD 新宅王ダルクを融合召喚。そしてナイトハウリングを攻撃表示で召喚し、ナイトハウリングの効果を発動。 DDD ハリウオペンドラゴンを特殊召喚。そしてレベル7ペンドラゴンにレベル3ナイトハウリングをチューリング。シンクロ召喚、 DDD 疾風大王エグゼクティブアレクサンダー。そしてマシン王の契約書の効果を発動。マシン王の契約書の効果によってもう一体新宅王だな。行くぜ、俺は墓地に存在するナイトハウリングと DDD ハリー王ペンドラゴンをゲームから除外し、現れよ DDD 新宅王ダルクB、 カードを1枚セット、バトル。おらおらあ、カイトありすぎ、カイト持ちすぎだろこいつ、カイト持ちすぎだろ。くそ、カイトめっちゃあるやん。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよいいよ。でエヴァリーがスタンバイで、スタンバイであいつの効果を発動するんで、ここのドローフェイズ効果、ドローフェ効果、エヴァリーとここ破壊してエヴァリー持ってこないようにする。オッケーこれできりセーフ。でも今あれか、別に除外されてもよかったか、大したことなかったか、そんなには。なんか今除外させてよかったかもしんないな。ちょっとプレイングがプレイングがガバってますけど、すいません。今なんか除外させても別にどっちにしても同じっていう説ありました。もしかしたら出てきたモンスターを効果したらよかったかもしれません。さあちょっと若干のプレミっぽいが、ただ今カイトロイドが墓地に2枚落ちてんだよな。カイトロイドが墓地に2枚落ちてるっていう事実は非常に俺にとって苦しい。あ、1枚か、1枚で、これでめっちゃ回復していく、めちゃめちゃな回復をしていく。カイトロイド1枚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 やから3体展開すればいいんでしょ。簡単に言うと地獄門の契約書の効果を発動。
ボッチェ何人だっけ。あ、なるほど。DDD 持ってきて、これは結構おもろい動きができるかもしれない。で、マシン王の契約書の効果、これ結構おもろい動きできるぞ。シールド上の DDD ハリウオ、あ、違う、フィールド上の DDD 新卓王ダレク、そして墓地の新卓王ダレクをゲームから除外し、 DDD 怒涛開始王カエサルラグナロクを特殊召喚し、 DDD シップ大王エグゼクティブアレクサンダーの効果発動、墓地の DDD 新卓王ダレクは蘇る。お強いえ、これめっちゃ強くね。バトル、くたわれ。まずカイトロイド一枚に投げろ、投げろ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 、おら投げろ、おらおら投げろよ、カイトロイド一回投げろよ、6000でとどめ刺させろよ。俺はちょっとなんかいい感じですよ、かったフォーカスが出せる。最高佐久間選手、なんだ最高佐久間って、絶対運命力ではない。リスターとか、リスターとか、なるほどな。これはどこまでやるか難しいけど、墓地融合は後でもいいかもしれないな。スワールスライム効果発動、スワールスライムを2体墓地に置く、 DDD 新卓王ダルクを融合召喚、カードを2枚セット、ターンシール。さあやっと DDD がちょっと若干あのハンド弱かったですよね、ハンドは弱かったんだけど、まあ気を取り直していきましょう。ネオスフュージョンか、強いな、ネオスフュージョンか。ネオスフュージョンで何が出てくるか、あー月光か、はい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 、でゼロになる。守備表示でも結局殴られてるから意味ないか。 OK、 対象に取ることはできる、このモンスター何のあれもないから、何の立場もないから、セット OK。 メインフェーズ終了前、バトル殴られても別にいいから2600程度であれば、2600程度であれば殴られてもいいけど、まあいいか、通すか、ここは通そう。一回スルーして、あ、やばいこと来た、はい、スルー不正解、はい、スルー不正解。